します。今回ですね、イベントのタイトルが正式に決まりました。ペラリンピックで行こうと思います。ペラリンピックです。バーガープレゼント、ありがとうのんちゃん。おはよう。ペラリンピックで行きます。パラリンピックのお題、1,2,3,4,5,6,7個か。7個ね。はい、楽しんでってね、みんな。いらっしゃい。そうそう、オリンピック近いしね。ペラリンピックで行こうよ。聖火ランナー入れちゃう？ペラリンピック。もうすぐオリンピックだしいいよね、ペラリンピック。かわいいよね、ペラリンピックロゴ作ろう。出てきたな。ついにできてきたな。ペラリンピック。オリンピックね、結構大変なんだよね。知り合いのホームレスの人もね、追い出されそうって言ってたね。知り合いのホームレスってなかなか出てこない単語だよね。あ、くだらない話入れよう。いいね、企画力あるな557さん。あ、ベロで、ローリングストーンズみたいなね。あー、いいねいいね。ペラリンピックね、ロゴ誰かイラスト描いてくんねえかな。くだらない話入れよう。ハードル低めのやつね。いいね、くだらない話、いいね、いいねいいねいいね。ローリングストーンズみたいなね。ちょっと、まあ、いいや、自分でイラストレーターで作るか。あ、ていうかのんちゃん描けんじゃん。イラストを描けんだっけ。あ、そうだ、アメリカ人デザイナーじゃん。金取られそうだな。あの、プロの仕事なんでつって、すいませんつって。ねえ、ワード2サボちゃん、確かにペラリンピックフォントは選びたいけど、ペラってる僕こうベロベロって感じでね、ちょっとこう波打ってる感じでね、笑ってる口角も。ペラリンピックっつってね、ペラリンピック T シャツ作りてえな。
ザキまでもっと練習しよう。スヌープハートありがとう。何がいいかな。ペラワン、うん、ごめん、ペラリンピックで行くわ。しっくりきた。ペラリンピックのペラリスト。ペラリンピックペラリストで行きます、うん。当然放送やるよ。もちろんもちろん。ペラリンピックやりますよ。やります。ペラが回るのペラだね。うん。そうそう。審査員はペラマスターでどう？審査員はペラマスターでいかない？ペラマスターが審査をするっていう。それどう？審査員ペラマスター。それ良くない？ペラマスターでいこうか。ペラリストにペラマスターがいると。ペラマスターだ、ダサい、ダサいよね。うん、ペラマスター。うん、マスターは今香川さんにお願いしてる。あとゆいがさんと香川さんにお願いしてるね。うん、どれさんにはマスターかペラリストでお願いしようと思ったけど、ダメだったね。愛入れなかったね。あとはあれだな、話のな、お題だな。お題、大分みたいな僻地困るわーっつってね。うん、滑らない話カミングアウト。1,2,3,4,5,6,7,8、 あと2個ぐらい欲しいな。なん、どんなのあるんだろう。ペラワンもいいんだけどね、ナンバーワン決める大会じゃなくなっちゃったんだよね。うん、モノモース話いいね。ひろきさん採用していい、それいいじゃん。モノモース話いいね。うん、いいじゃん、センスあるわ。モノモース、それいいね、採用。めちゃめちゃいいじゃん。うん、めちゃめちゃいいじゃん、モノモース話。今だから話せる話、あ、カミングアウトさ、今だから話せる話採用していいわ、加藤さん。カミングアウトって分かりづらくて、これだけ話がついてなかったの。だから今だから話せる話にしていい、カミングアウト。カミングアウトだけなんか話がついてなかったから、今だから話せる話をカミングアウト入れ替えてもいいですか。ありがとう、助かります。今だから話せる話、いいね、いいね。これであと何個だ。ハードル低い話もあるもんね。くだらない話、許せない話。おはよう、ひとらさん、ありがとう。痛いとこ疲れる。
何、痛いとこ疲れるで、痛いとこ疲れる、痛い話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 、滑らない話、今だから話せる話、許せない話、ちょっとエッチな話、失敗した話、くだらない話、切ない話。切ない話だとなんかちょっと弱いな。切なすぎる話とか、トリビアな話、物申す、もじる、ちょっとなんかこう、なんかね、よ、こうトーンがね、配信者あるある、あるあるは確かに言いやすいよね。尺もスパッと切れるし、今だから話せる話、許せない話、ちょっとエッチな話。初体、それはね、ちょっとエッチな話に入れた。社員さん初体験とかはもっとバッと広げようと思って、そう、自分の下ネタも込みでちょっとエッチな話にしようと思った。何がいいかな。生、あ、いいじゃん、ミスタービッグ最高。そういうこと、そういうこと。はい、ありがとう。いいね、生々しい話で、それなんかワクワクするよね。どんな話するんだろうってね。いいね、あ、最高。生々しい話、いいね。なんか聞きたくなるよねこれ。いいね、ミスタービッグ、そういうの待ってたわ。ありがてー、これ、もうこれ二重丸だよね。これは丸ですよ、最高。これ生々しい話は俺も聞きたい。どんな話が待ってんだろうと思うよ。すげえワクワクするもんな、生々しい話。あ、これは喋りやすいよ、配信者、これは喋りやすいよ。だから得意な人は得意な話題だよね、生々しい話。いいね、いいね、いいね。あとなんかあるかな。テロップ、もう2個ぐらいかな。滑らない話、今話せる話、許せない話、ちょっとエッチな話、失敗した話、くだらない話、切ない話、トリビアな話、物申す話、生々しい話。あと何があるかな。今10個だよね多分ね。え、盛り上がれるよね、生々しいっつってね、審査員とかがね、いやー生々しかったねーっつってね、いいよね。いやー、なかなかこんな生々しい話ないよーっつって、もうそれはめちゃめちゃセンスあるわ、ありがてえ。生々しい話は俺も聞きたいもん、どんな話ぶっこんでくんだっていう。いいね、いいね、そういうネーミングセンスいいよね。物申す話も神がかってるよね。これ丸だよね。よれよれ、なよなよの話。もうひねる。もうちょいいけるな、それ。もうちょいなんか言い回しがあるな。ゾッとした話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 、死にたい話。おはよう、スニさん、おはよう。ゾッとした話、なんだろう、恥ずかしい話は、恥ずかしい話ってどう？恥ずかしい話どう？恥ずかしい話、キュンとする話、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。キュンとする話いいね、さすが。それ採用。キュンとする話、それ採用ですよ。これ絶対聞きたい。女の子向けね。キュン。さすが。これはもうあれだよね。
これ20もあるんだよ、キュンとする話。人には言えない話。あ、今だから話せる話、人には言えない話。ここだけの話はどう？アウネストさん、それさ、ここだけの話っていうの、入れない？どう？ここだけの話で言い換えてもいい？人には言えない話を、ここだけの話ってどう？どう？みんな、ここだけの話の方が俺ワクワクするんだけど、振りで。ねえ、それ採用させて。思い出の味の話か。キュンとする話よかったね。最高だよね。キュンってね、ちょっとね、どんなオチが来るんだろうって期待するよね、これ。でもね、これね、みんなね、気づいてないけど、全部滑らない話に繋がってるんだよ。あー、犯罪の話はね、犯罪自慢になっちゃうから。あ、だからそれ言い換えよう、ゼルで。謝りたい話どう？ジェルデの犯罪歴だとちょっとなんか本当犯罪トークジェダイがしちゃうからジェダイさんが犯罪トーク本当としちゃうから、謝りたい話、謝りたい話どう？そのジェルデの案、謝りたい話でいこう、謝りたい、謝りたい話、くだらない話、面白くない話聞かれてもってならない。あのね、違う、自信のない参加者もいるからトークにチャレンジャーの方にあえてそれを選択させるっていうか、一応テロップに入れとこうっていう、くだらない話だから、くだらない話だけ丸ついてないでしょそう、なんで 客の前でくだらない話すんだよなっていう。そう、ここだけの話、謝りたい話、こんな感じかな、こんな感じかな。そうだよね、金払ってなんで、金払ってなんでくだらない話する、くだらない話抜くか、金払ってくだらない話なんかすんなって話だよな。これ抜きます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12個決定です。決定しました皆さん、ご紹介します。ありがとうございます皆さん、全部で12個お題が決まりました、皆様のおかげで。最後の言い回しをちょっと考えようね。皆さんありがとうございます、皆さんのおかげで、12個の選択肢が決まりました。1つ目、滑らない話、まあ定番ですよね、ここいいね、今だから話せる話、これカミングアウトだったのを、言い回しを変えました。今だから話せる話、これはリスナーさんからのアイデアね。で、許せない話、これ怒り系ね。ちょっとエッチな話、ほわーん、失敗した話、切ない、切ない話変えたいね、切ない話、トリビアな話、モノモース話、これはもう喧嘩突だよね、生々しい話、キュンとする話、ここだけの話、謝りたい話、いいですね。なんかさ、一個だけあるんですけど、切ない、切ない話をもっとちょっと言い回しを変えたら、どういうのがあるかな。切ない話だけでちょっとこう、どうだろう、切ない話をなんとかの話ってできないかな。切ない話、なんかつける、ヒリヒリ、ヒリヒリする話、擬音系とかね、キュンとする話は擬音系じゃん、だからなんだろう、なんかね、涙なしでは語れない話、長くなる長くなる、トークイベントに向かない、それ字幕でやってっていう、字幕でやれよっていうね涙なしでは語れない話聞きたいな解放得意だよ多分、何があるかな、
切ない話、トリビアの話、物申す話、生々しい話、キュンとする話、ここだけの話、謝りたい話。切ない話だけ語呂が悪いんだよな。お涙ちょうだい話。近くなったね。切ない話より全然いいね。お涙、お涙ちょうだい話。涙なしでは語れない話。何があるかな。ひどい話ね。あ、ひどい、切ない話よりもひどい話いいじゃん。ひどい話でいきます。ひどい話でしょ。ひどい話いいね、いいね、いいね。ひどい話ね。あ、それにします。ひどい話の方がなんか面白いよね。ひどい話でいきます。ひどい話、ありがとうございます。ヘラった話か。なんかガチヘラってる話とかされたらやだもんな。じゃあ決まりました、すべて。滑らない話、今だから話せる話、許せない話、ちょっとエッチな話、失敗した話、ひどい話。ひどい話いいね。トリビアな話、物申す話、生々しい話、キュンとする話、ここだけの話、謝りたい話。これでいきましょう。ありがとうございます。決定です、決定です。ありがとうございます。いいね、いいね。決まりましたよ。これ告知打たないとな。いいね、決まったわ。これだわ、これ、これしかないね、もう。あ、 DM 了解です。今チェックするね。いいね。おはよう、みずきちゃん。おはよう。よいしょ。今ね、イベントのね、企画を考えてた。ひどすぎる話の方がいいな。ひどい話じゃなくてひどすぎる話にするわ。ちょっと誇張するわ。ひどすぎる話、どのような企画ですか。ね、ちょっと待ってね、待ってね。進歩が立つ話。そんなもんできるか、イベントで。女の子も出るの、女の子も出るの。いやー、決まったね。いや、なんとか形になってきたな。ちょっとトイレ行ってくんね。バカありがとう。ショウさん、おはようございます。話、ああ、悲惨な話、ひどすぎる話だね。よいしょ。
いいですね、いいですね。アキラッパの DM ちょっと返させてください。アキラッパありがとね。アキラッパよろしくね。アキラッパ、あ、これか。QR コードか。アキラッパありがとね、よろしくね、一緒に盛り上げようね。うん、アキラッパありがとう。今申請するからちょっと待ってね。アキラッパさんは、アキラッパ、読み込まない、 URL じゃダメかな。アキラッパごめん、あのね、アキラッパから送って。ゾッとする話もね、あったんだけど、なんで採用しなかったかっていうと、あれなんだよ。アキラッパ LINE 送ったから、申請ください。アキラッパ LINE、俺ね、QR コード読み込めなかったわ、なぜか。アキラッパ来た。アキラッパ。ちょっと待ってね。ごめんね、もうね、お題は決まっちゃったんだ。うん、もうね、全部ね、お題は決まったよ。
あれって何？トーク内容変わったって何？どういうこと？どういうこと？トーク内容変わった？え、変わってなくない？変わった？え、話題内容変わったってどういうこと？変わってなくない？もう変わった？いいね、ちょっと危険な話入れて、エッチな話、失敗した話、ひどすぎる話、まだまだ先、ここだけの話だから、ちょっと危険な話入れてえな、それ面白いな。12にしました。あの5個で5個しか選択できないとやっぱ不利なんで、なるべくチャレンジャーがいろんな自分の得意なトークバトル持っていけるようにしようと思って。トリビアの話あったけど、え、なかったっけトリビアの話って。じゃあトリビアの話はね、あの不採用にした。12種類から選べるようにした。うん、そのあんまり多すぎてもごちゃごちゃしてるから、あの12種類の中でそのなんつうの5回戦やるわけじゃん。5個ピックアップできるように12個ぐらいでいいやって。あとそのフリップを用意しないといけないから、会場であんまり多すぎてもお客様が分かりづらいから、3,4 ぐらいのパネルを用意して、こう見えやすいように。うん。そんな感じですね。うん。そう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 。時間とか、やっぱ企画分かりやすさが重要だから、10個でも微妙だし、なんか、12個が一番いいかなと思って。いいんじゃないかな。どうだろう、12個。うん、どうだろう。ちょっと上から読み上げていこうか。みんなちょっと変なところがないかちょっと確認してもらえると嬉しいです。誤字脱字いきます。誤字脱字チェックお願いします。いきます。どれ消せばいいのかな。これを消して、これ消したら見やすいかな。いきまーす。よいしょ。うん、確認タイム入りますね。みんなで一緒に確認よろしくお願いします。ちょっと待ってね、一周回ってくるまで待ちます。いきますよ。イベント名ペラリンピック、場所新宿ロフトプラスワン、日時11月25日土曜日19時から22時、3時間。料金未定です。150席ワンドリンク500円からプラスですね。フードドリンクは充実しております。トークを楽しみながらお食事することが可能です。下記の内容は予定です。確定次第告知させていただきますと。以上注意書きですね。出演者は募集中、興味のある方は、連絡くださいと。出演者、星がついてるのは確定です。まず審査員のペラマスターはまだ3名未発表です。未発表です。ペラマスター3名未発表です。ペラリスト、モンスターのねペラリストは深夜ちょうどテルチャンピンが確定しております。リナネコぜひ出てくれないかな。
MC は、僕の方でさせていただきます。もう一人女性がいたらいいなと思ってます。でですね、今回チャレンジをするのがですね、スーパールーキーの荒野くん、ね、捨て頃にぜひ出たいと言って最近のうなぎ登りのバブー達彦、ユーユーの旦那さんね、解放アキラッパジェダイ、そしてアメリカ人と中西マンのチーム、今決まっているのが、このチャレンジャーになってます。で、概要なんですけど、チャレンジャー特権として希望される方は物販席を用意しております。賞金です。1勝するために1000円、2勝で2500円、3勝で1万円、4勝で2万5000円、5勝で最高額の5万円を、賞金として出させていただきます。チャレンジャーは1名から3名で、大手配信者に挑戦することができますと。これ後でペラリストに書いておきます。滑らない話、今だから話せる話、許せない話、ちょっとエッチな話、失敗した話、ひどすぎる話、トリビアな話、トリビアな話あるね、物申す話、生々しい話、キュンとする話、ここだけの話、謝りたい話。チャレンジャーは上記の12種類のお題の中から得意なトークジャンルを1つ選択することができます。1つ選択して、チームの中から出場者を決めてください。お題と出場者が決まった後、大手配信者のチームが相談をし、最もふさわしい1名がチャレンジャーとバトルをします。一度選択したお題は次から使えません。お題は全部で12個用意されてます。勝利を重ねていくたびに賞金が増えていきます。しかし一度でも敗北すると賞金は失います。途中で挑戦権を放棄することで賞金を確定することができます。どうでしょう。ちょっともう一回追加します。ペラリンピックロフトプラスワン、テーブル15席、普段趣味ながら予定を、選手募集中、興味ある方は LINE ください。ペラマスターが審査員、かける、OK だね、OK だね、ペラマスター審査員、ペラリスト、ごめん、 MC ワード、チャレンジャー、はよージャニーさん、いいね、だんだんもう固まってきたね、企画っぽくなってきたね、大丈夫だね、席を用意しますと。いいねいいね、フォローありがとうございます。写真で一言はね、ちょっとやっぱ企画の都合上写真が後方の席だと伝わらないじゃないですか。結構大きい箱なんですよ。だから後ろの方に行くとダメなんで、
そうなんですよ。やっぱりそのイベントのなんかそういうものを考えていかないとあれだなと思って、ペラマスター審査員3名、ペラリスト5名、新ヤッチョテルチャンピン、MC ワード、チャレンジャー、荒野、バブー達彦、解放、アキラッパ、ジェダイ、アメリカ人、中西マンチーム。いいね、アメリカ人チームいいね。で、概要。ペラリストは同じテーマが2回の場合もあるんですか？ペラリストの方は15組のチャレンジを受け付けるのであります。2回どころか全部同じ話を振られる可能性があります。そうだね、あと審査員決まればほぼ決まりっすね。そうっすね、チャレンジャーは1名から3名でペラリストチームに挑戦することができます。チャレンジャーは1名から3名でペラリストチームに挑戦することができます。ここ分かりづらいな。ちょっとここをちょっと補足します。チャレンジャーは1名から3名で、3名でペラリストチーム。します。チャレンジャーは1名から3名で参戦します。ペラリストチームに挑戦し勝利を目指してください。分かりづらいところあるかな、これで。多分これで全然。 MC11 はね、いや、あのなくなっちゃいました話が、ペラマスター、ペラマスターがあと決まればな、ペラマスターがあと決まればな、もう少しなんだけどね。ねえ、ワンワンだったら面白かったんだけどね。
ギャラありますよ。チャレンジャーにはあのギャラはないです。審査員ももっと考えてみます。審査員、審査員だよね。まとまったね。まとまってきたね。まあまあいいんじゃないかな。なんかいい感じ。まあしっかりした企画になってきたよね。なんか自分で言うのも変だけど、全然ありだと思うよ。全然ありでしょこれ。ペラリンピックこれで完成だね。もうテコ入れするところはほぼないと思うね、俺の中では。ペラリンピック完成だね。まあ俺でもね、 MC は企画の内容を分かってないと触れないから、よっぽどうまい MC が見つからない限りはちょっとそれできないんだよね。
ぽどうまい、もう本当にその企画パッと覚えられる人いるじゃん、そのすげえ才能のある配信、そういう人だったら任せられるんだけど、司会がぐだるとイベントってぐちゃぐちゃになるんだよ本当に。俺もね審査員に回りたいけど、そこなんだよね不安なのは。出場者5人に減らしたっていうかね、だいぶ話かあの変更になったよ。もしよかったら読んでみて、読めるかな文字読める。そうなんだよモンスターっていうかね、うんそうなんだよ、ポンスケさんに依頼したいんだけど、ポンスケさんの連絡先が分かんないんだよね。深夜中に紹介してもらおうかな。してた？読める？もしよかったら読んでみて、もうがっちり固まってるから。うん、ゆかりんもしよかったら読んでね。喧嘩はねやめた、うん、喧嘩はギスギスするからやめた。それでペラリンピックっていうその可愛いタイトルに変えてお客さんが楽しめる。だけどその許せない話と、ひどすぎる話とかで、その要は相手の話をすることができるっていう、なんていうの、喧嘩をふっかけることができるっていう枠は一応申した。物申す話とかだから、物申す話でアメリカ人に相手が出てきた瞬間に、いや実はドレさんに物申したいんすよねみたいな、そういうなんかなんつうのと、そういう話術も含めて楽しんでもらいたい。 OK アメリカ人、そういう話術も含めて、そう謝りたい話、いやドレさんに謝りたいんすよとか、そういう風に持ってってほしい、あえて向こう側に。そういう楽しさも、アドリブ力も試されるかなって、今回の企画は。うん、それ面白いじゃん。こいつアドリブ力あるわーみたいな。ギョイって。ギョイって久々聞いたわ、俺。ブッキングだけだな。いい感じだね。いい感じだね。風船10個ありがとう。みんな完成しました。お疲れ様です。本当にありがとう。3日間も付き合わせてごめんね。みんな。ありがとうございます。なんとかできました。ありがとう。いやでもまあなんか楽しめそうだな、すげえいい感じだわ、すげえありがとね。めっちゃワクワクしてきたよ、めっちゃワクワクしてきた。いい感じだよねこれね。いね、ジャニーありがとう。審査委員長とかはないね、審査員だね、
審査員は委員長とかはない、弁護士さんにはお、ね、審査員の方でお願いしてますね。ベシャリマスター、審査員ベシャリマスターでお願いしてます。うん、審査員ね、力ある人にお願いしたよね、やっぱね。うん、できたよ。まあ、この人が審査するんだったらっていうね、あの力のある人だよね、ここは。ジャッジをしてもらうわけだから、不服がない人で。バエさんも審査員にお願いしようとは思ってる。審査員ではね、仮で何人かの返事待ち、今確定ではないよ。ビーマンお返事を待ってる感じ。いいね。公表、いや別に公表とかじゃなくて、決まったら公開を随時していくっていうスタイルでやってる。うん、確定したら書いていくっていう、そういう感じです。ねえ、女性もぜひ参戦してもらいたいよね。一回ワンワンが MC ね OK 出たんだけど。いいね。ジェダイさんに概要送ったっけな。そうだね。ルーさん、ワンタロウがインド行けなければワンタロウとかチャレンジャーで、そうなんだよ、ワンタロウ誘いたいんだよね。そう、ワンタロウに出てもらったらめちゃめちゃ盛り上がるよね、チャレンジャーで。滑るんだろうけど。あ、うん？あー、なるほどなるほど。憧れた話いいね。あー、いいね。エピソード系、エピソードトーク入ってないっけ？エピソードトーク。失敗した話、ひどすぎる話。失敗した話とひどすぎる話被ってるからエピソードトーク入れる？なんかエピソードトークに持ってけるタイトルあるかな？物申す話。みんな猫にはオファーかけてるかな？生々しい話、キュンとする話、ここだけの話とかで持ってくのかな？どうなんだろう？憧れた話っていうかね、そういうエピソードトーク系聞きたいよね。感動する話ね。うん、ここだけの話のあれに、まあまあそこセンスだからな。このお題の中からどうにか持っていけばいいんだもんね。滑らない話、今だから話せる話がそれに近いか。ここだけの話と。うん、
MC 女の子がいいなと思ってる。土下座名人いらっしゃい。審査員はセンスなんですよね。そうだね、審査員が誰になるのか結構大事なんだよね。審査員は3名しかいないからどっちにしろ特別だよ。で、俺思ったんだけど、ジャッジメントなんだけど、ジャッジ方法なんだけど、審査員3名に完全に委ねるわ、今回。リスナー投票なしにする。審査方法なんだけど、投票なし。もうこの3名に完全に委ねることにした。じゃないと、集計の時間間に合わねえな。だから3人がパッて上げたら決まるっていう感じ。3だから奇数だから絶対決まるから、うん、投票なしでいく。ちゃんまんね来たらもう神回でしょう。むしろちゃんまん一人で150人埋まっちゃうよピンで埋まるよ、うん。いや、いい感じになってきたな。審査員レジェンドだよね、ほんとね。一応今香川さんと結賀さんにお願いしてるね。香川さんで、ていうか香川さんお願いしてるから来ないでしょ絶対来ないでしょ。香川さん、結賀さん、ちゃんまんとかならないでしょ絶対ありえねえわ、うん、絶対ありえねえ。いや、ありえないでしょ。断られるでしょ。いや、結賀さん、それがそんな感じじゃなかったんだよ。結賀さん、普通にアドバイスして、あ、見てたよって。こうした方がいいよ、ああした方がいいよって。ランアゲさんは、ペラリストの方で出てもらいたい。ペラリスト。ねえ、ゲルゲさんね。ただ遠いかんな、大阪からだかんな。もう交通費とかさ、ギャラとかでもうパンクしてさ、正直もう30万ぐらい赤字食らうんだよ俺30万ぐらい赤字もう覚悟だかんね、マジで。3万、うん、まあ俺のイベント来ねえよ。3万は大御所だもん。うーん、きついよね。おい、セフィルいらっしゃい。ふわっち盛り上がるっしょ、うん。そう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 、だからまあできる人で楽しもうよね。で、一回うまくいったらさ、今度やってみようかなと思う人いるかもしんないじゃん、うん。だから楽しんだもん勝ちだと思ってるね。チケットノルマはしない、俺の方針。うん、チケットノルマはしない。無料で参加できるっていう、
負担かけたくない。負担は全部俺がかぶる。ノルマにするとさばけないから、チャレンジャーに負担がかかるから、だからチャレンジャー参加費も取らないし、そのために舞台を用意したわけじゃん。その代わり全力でやってもらうっていうかさ、うん、その代わりその本当にネタ作って本当に頑張ってねっていう、もう本当に面白い話してねっていう、そういう感じかな。うん、いやワクワクしてきたな。何人埋まるかな。チケットはねローソンだね、チケットピア、うん、ピアの方で販売する予定。あとまあメンツ決まったらメンツでギャラ計算してチケットの値段決まります。そんな感じでやってこうよ。ねえ、まあ、なるべく安く済むように頑張ります。安く人を多く呼ぶか、ねえ、ちょっと値段設定余裕を持ってっていうどっちかだけど、どうなるかだよね。じゃあさ、俺今から寝るわ。今から寝るんだけど、告知枠でこういう感じでさ、ずっと垂れ流しで、こういう感じでさ、ずっと垂れ流しで、告知させてもらってもいいかな。匿名枠にするからさ、みんなで意見言い合ってもいいし。ちょっと俺寝るわ。ただ問い合わせの可能性増やしたいから、このまま放送をつけっぱにしておく。OK。 このまま放送をつけっぱにして、次枠行きます。みんなおやすみ、ありがとうございました。次枠は告知枠です。ありがとうね、おやすみ。お前コメント欄荒らすなよ。とかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。